丈夫？誰にも邪魔はさせん。トランプに復讐を果たすまでは。トランプとな。君はそんなおとぎ話を信じているのか。トランプったら死なねえんだろ。俺は不老不死の神様を殺すんだ。私はずっと真雪でいたいだけだけども、一人ずつ殺していく。あんたの目の前でな。待ち受けていたのは凄惨な破滅よ。我々が恐れていた事態が今まさに起ころうとしているのだ。種の崩壊現象、コラプスの前兆か。さあ楽しみましょう。あんたも愛してあげる。すまんが、まだ死ぬわけにはいかないんだ。トランプを守ることは吸血種全体を守ることに他ならない。我が誇りにかけて叩き潰す。ペンデュラムの連中の中に妙な奴が混じっていた。死ね。やめろ。本当にペンデュラムはクランに現れるのかな。奴らは必ず現れる。何にせよ楽しもうではないか。若き吸血種たちの祭典、いざ決明祭、クランフェストへ。